今の子供の世界とかでもね、本当に中学受験、高校受験、みんな受験生たちはもうすごい勢いでね、今やってますからね、本当ね。でもなんか受験っていうのは本当分かりやすいですよね。この目標に向かってね、具体的に目標があるじゃないですか。それでどこまで高めなきゃいけないかっていう偏差値っていうものが、物差しがあって、まあそこで、まあ、期限内にね、どれだけそこのね、基準を満たせるかどうか、目標の志望校を合格するためにね。そう。まああれをでも確かに、まあ、受験勉強って僕はなんかあんまり意味ないんじゃないかなって昔は思ってたけど、いや本当結構このなんだろう、戦闘力っていうかね、どうやってじゃあ目標に向けて高めて取っていくのかっていうところをね、考えていくと、ものすごい意味があることなんじゃないかなってね、思いますよね。うん、もちろん勉強だけっていうところでね、そこの基準をクリアしてっていうと、まあ、なかなか社会で活躍できませんよっていうところがありますけれども、意識を変えてね、この取り組むと、まあ、本当に意味と価値があるもんじゃないかなっていうふうに思いますよね。結構ね、僕なんかもね、大学受験とか高校受験の物語よりも、この2月の勝者っていうね、中学受験の物語がすごい、ね、リアルで、うちは全くもう中学受験なんてやってないんですけど、親子のこのね、必死さっていうのがね、伝わってきて、その、あ、やべ、世の中には小学生からこんなに頑張ってるやつがいるんだみたいなね、っていうところを、まあ、考えてみると面白いんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい。で、一方で、まあ、僕たちのところっていうのは、まあ、新年によく考えてほしいのは、やっぱりその、大人になっちゃうと明確にね、まあ、会社によっては新、なんです、昇進試験とかね、そういうのもあるところもありますけど、どのくらいの期限内に、ね、このテストをクリアしなきゃいけないみたいなのあると思うんですけど、なかなか僕たち大人の世界っていうのは、なんかそうやっていつまでにこの基準を達成してこいみたいな、そういうあれってないんですよね、なかなかね。じゃあそういうものって自分で決めなきゃいけないっていう、やっぱりね、目標を設定しないと自分を高める基準ができないんですよね。どのくらいいつまでに高めればいいんだ、どうやって高めればいいんだっていうところですよね。目標があるからこそ自分を高めて成長させることができるっていうのは、これも子供も大人も変わんないんですよね、やっぱりね、うん、でやっぱり大人の方々も聞いてみると、ほとんど明確な目標を持って取り組んでる方っていうのはそんなにいないですよね、一般的にね、考えてね。それはサラリーマンでも自営業者でも、なんかみんなふわふわしてなればなるんだろうみたいな感じで年末年始を過ごしてるっていうね、ところで、まあ、今中学受験、高校受験、大学受験で頑張ってる子たちも、まあ、大人になっちゃうとそういう風になっちゃうか、それとも、まあ、その時の気持ち、受験の時の気持ちを忘れずに目標を持って全て取り組めるようになるのかって、ね、これによっても大きく人生が変わっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね、うん、やっぱり子どもの受験とかでも見てると、いやこの段階でこんなにパーツが足りなくて大丈夫なのかって親が心配してんだけど、やっぱり目標を明確に持ってるとね、ギャーって上げてきたりするんですよね、その後でね。本当に1ヶ月まで上げてきたりとかする。もうそういう上げ方ってあんまり良くないですけど、本当は最初にバーンって上げて、そこから自分の基地を上げて進んでいくっていうのは正しいんですけど、そうは言っても間に合わないものとかいろいろあったりとかして、直前までに上げなきゃいけないものとかいろいろあったりとかするわけなんですけど、そういうのを見ると、本来人間ってこんなに短期間で成長できるんだなっていうね。うん。だからその気持ち、大人になってから忘れてないかなっていうかね、いろいろありますよね。で、まあ昨日も携帯式で、お一人すごいね、女性の方なんですけど、その方は1期生として携帯式に参加されたんですけどね。一回挫折しちゃってるんですよ。一期生で参加してるのね。はい。ところが、その方は三期生のその活躍に触発されて、復活をされて、月賞100万突破されてね、うん、頑張られてるんですけど、主婦の方で。そう。でも昨日ね、素晴らしかったのは、いきなり、開校、手を止めに顔出しされてて、どうですかって聞いたら、まあ、全業さんは参加されたと思うんですけどね、今年はもう3月までね、月賞300万頑張ります、みたいな。いきなり目標を掲げて、いや目標を持つって素晴らしいですねって、ね、目標を持つといつまでにどうしなきゃいけないかっていうのが出てくるから、もう今日一日一日もこれやんなきゃあれやがっていうのも出てくるし、ね、まあ、今日ここ売れてないってだけで、一日売れてないってだけでこんなに焦ったりするものなんですねみたいな、うん、だからその方のその300万っていう目標がいいか悪いかを別にして、まあ、ケイトさんからだとかね、ちょっとそれ高めすぎじゃないですかって目標をね
いきなり3ヶ月間でそれはちょっと階段急すぎないですかっていうアドバイスありましたけど、まあ、それでも軌道修正すればいいだけですよね、いろいろね、うん、でも本人で、まあ、その300万っていうのをね掲げられたって掲げたことによってこんなに日常が変わるんですねっていうね、その方をおっしゃったんですよね。まあでも目標に関しては今に始まったことじゃなくて前から言ってることなんですけどね、目標を持ちましょうって何回見ていいですか、マイボケツでもね、目的目標 ね目的地にいつまでにどうやって到達するのか、それが目標ですよ。でそれをチームで達成する場合はそれが方針になりますよって、ね、前から言ってるじゃないですか。で結構大多数の人は重要だから最初に念をしていろんなこの例えを出してお話ししてるのに、ほとんどの人スルーしちゃうんですよね。なんか勝手に重要じゃないんじゃないかっていうね、この順番をつけちゃうっていうかね、うん、で後回しにしちゃうんですよね。これがねやっぱりね、この教える活動の中で僕もジレンマっていうところでねあって、いやこんだけ何回も言ってんのになみたいな。でも後から気づいた人っていうのは確かにこう目標って一番重要ですよねみたいな、うん、いうところでお話をいただけるんですけどね。はい、まあ、別のコミュニティの中でね、まさに善行さんがおっしゃってましたけど、ね、名言がありましてね、はい、自分のそのね重要度を自分基準で勝手に判断しないようにしますっていうね。これ喋るの3回目ぐらいなんだけど名言が飛び出して、あなるほどと、これは講師たちが、ね、僕がこれ重要ですよ、マスターヒロさんがこれ重要ですよ、ロイさん、ケイタさんが重要ですよって言ってるのに、結構ね面白いことでね、9割ぐらいがスルーするんですよ。で後から気づくんですよね、なんかね、あれ重要でしたねみたいな。1番目1回ちょっと見直してみた後、なんか改めてあれが重要だって分かりました、最初から言ってるじゃんみたいな。そうっていうことなんで、やっぱりねここもなんかすごいみんながね結局は遠回りしちゃうあれになっちゃってるんでね。で例えば目標がないってどういうことかっていうと、ね、目標なく走れとか、目標なしに船でね海に船を浮かべて漕げって言ってもこれほど地獄はないですよ。だって、ね、終わりがないわけなんで、いつまで走っていいのか、いつまでオールを越えていいのか、全然わかんない状態なんですよ、これ。よくほら、体育会とかの、まあ、昭和の時代に体育会やってた人の記憶あると思うんですけど、1年生、とにかくひたすら走れ、みたいな。お前ら、ちょっとやらかしたから、ね、永遠にグラウンド走ってろ、みたいな。で、一応必死に走ってるような感じになるんだけど、でも結局、いつ終わるかわかんないから、なんとなくのペース配分でなんか必死に走ってるようなふりをせざるを得ないですよ。全然手抜いてるんですよ。ジョギングみたいな感じになってるんですよ。永遠に走っとけとか言われると、いつまでどのぐらい走ればいいかとか分かんないからね。結局そんなのでね、まあ理不尽さっていうのは学べるかもしれないけど、そういう意味で根性、社会的なねそういう学習はできるかもしれないけど、世の中は理不尽なんだっていうね。うん、まあ身体能力がそういうものが上がるとかね、そういうものではないですよね、やっぱりね、うん、やっぱりどのくらいをあるんだってあるから、まあ、その中で全力に取り組もうっていう風になるわけでね、うん、船なんかでも恐怖じゃないですか、目的地も方向も全く分かんないんで、とにかく全力で漕いでたら周りが陸が見えなくて帰ってこれないみたいなのがね。だからやっぱり大人、僕たちだからこそ目的地っていうのが、まあ、非常に重要になってくるっていうのはありますよね。なんで、まあ、一つの目的地の設定のあれですけど、なんかやっぱり今から上を目指しましょうみたいな感じを言いすぎても、上はまずねもう分かりやすいんですよ、ね、日本において一つの成功の基準って何っていうのは、個人所得で1800万、まずは、ね、会社法人から取る個人所得が、そして会社法人に、計上する利益が年間800万1社あたりで、それが1社でそれがオーバーするとしたら、それを2社目3社目って作っていくんですよ、800万で1社から、ね、お給料1800万取ってたのが、じゃあ1社からは900万っていうふうに取っていこうみたいなね、2社から取っていこうとか3社から取っていこうとか、ね、3社から取る場合は600万でいうわけだから、ね、そうで個人所得を1800万にする、ね、会社法人の利益は800万にする。そうでこれがもうこれをさらにオーバーしちゃうようだったら、自分で1800万を2000万、ね、3000万するんじゃなくて、例えば配偶者とか家族に所得を取ってもらうとか、また1800万まで。こういうふうにね、上を目指す修羅の基準ってここなんですよ。